こんにちは。総理大臣の岸田でございます。私はこの度、過去最高の分取り額、国民の皆様の血と汗の涙の結晶を何の苦労もなく、68兆円余りを巻き上げたことをここに自慢します。また、すずめの涙ほどの補正予算、3.1兆円増額しましたが、それも後から きちんと利息をくっつけて皆さんから回収しますので首を洗って待っておいてください。え、そして私はここ2、3年で約束します。税収過去最高70兆円を超えて80兆円を皆様の懐から巻き上げることをここに宣言します。これぞまるで瀕死の病人から布団をはぐ手口ということで私の最も 得意ととするところでございますこの辺も合わせて首を洗って待っておいてくださいまあ世間ではロシアのプーチン大統領がものすごく怖い人間だというふうに思われてますが私もなかなか捨てたもんでありません私の政権もう終わることなくこのまま永遠に続くことをここにお約束いたします、まあ、なぜなら緊急事態条項緊急事態条項が待っているからですね おお楽しみにお待ちくださいそれでは岸田政権第2章これからが本番です増税ラッシュお楽しみに